えー、まず最初のお便りがですね。うん、えー、ちなみさんからいただきました。あり,ありがとうございます。お二人でラジオをされるのは初めてだと思うのですが。二人きりでっていうのは初めてあ、ね、ですかね。そうですね。えよければ、お二人が初めて出会った時のエピソードや、お互いの印象などを教えてください。あなれそめを。気恥ずかになれそめ <laughs> ごい。ごへん、ごへんごかを招くからかしか <laughs> か。うん。はうん。うね、私たちのなれそめは、 ええ。つまるところええー。私ね、本当に思い出せなくてさ。あ、はい、はい。あれはい。はい。かましろさん。夜桜の時に。うん。かじです。よろしくお願いします。夏香かかさんから、と、この間、ドライ、なんだ、車の番組してたよね。車 車のさ、自転車ね。あ、自転車なんだ、あれ。アニメね。なんとかドライブ。オーバードライブ。オーバードライブ。全部売る覚えじゃない。か。自転車のアニメ、オーバードライブです。自転車なんだ。はい。それでご一緒してて、で、俺ら同い年なんすよ、みたいな。そう、それで聞いたんだ。う思い出せた。間に合った。そう、だからそう、同い年ってことは間に合った。同い年、同い年ってことは知ってた。それでなんかちょっと話しかけやすかったんだ。そうだ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 。ちょっ思い出した。どうだったえ その時のどうだ緊張してて覚えてないっす。あ、そうええ。なんかさ、すごい空気感まとってるじゃないあなた。<laughs> 今より昔のがそういうあったよね。<laughs> っっなんか大女優感。<laughs> それはさ、私だって余ってるからでしょ <laughs> いやいやいや。私の無言をね、みんなね、雄弁に取りすぎなのよ。怖かったですよね、れいちゃん。イライラしないでね。してなかったよ。<laughs> イライラしてないよ。次行くよ。なんで <laughs> もう,話変えちゃうの、このなれ染めおしまい。そうなのはい。えっとね、ラジオネーム、つみな。 あやともさんから頂きました。ありがとうございます。お二人といえば、1月から放送がスタートしたテレビアニメ、野良神で、そうです。見ていただいてますでしょうかねえ。かじさんは、ゆきね役。そうです。沢城さんは、ビシャモン役と共演されてますね。そこで、お二人が今、神様に叶えてほしいお願い事はありますか全然関係ない。まあ、神ぐらいですね。野良神楽しみにしています。野良カジうご言いたいだけですよね。やめてもらっていいですかかじ君は頑張ってた。 あら、そう。いや、なんか、あなたに、その、作品、の裏紙の中でね、うん、その、お芝居に関するコメントをいただいたのは、うん、その声きついの <laughs> <laughs> 結構最初の方に、カジ君の中で、その声は、無理してんのっていう問いかけだけだったんで、なんか、ど、どれぐらい私を誤認してるんだろうね。ぶち切れてんだなって思ってすけど。<laughs> 僕はまあ、その、声代わりするかな、しないかな、うん、ちょっと声かすれちゃう時あるかなぐらいの寄せ方を、えー 楽しい役でしたけど。うん。ぜひ、ぜひ、皆様、見てほしい。見てください。多分私まだ出てないけれども、これからでもね。そうね。ちょっと中盤からだからね。よろしくお願いします。はい。え、かじ何で、考えてほしいことあんの考えてほしいことそうですね。あの、また、このラジオに、 さて、今回はご紹介できませんでしたけれども、引き続きあなたの素敵なドライブ情報をお待ちしております。おすすめのドライブコースや、あなたの街の変わった道や変わった交差点の名前などでもあれば教えてください。お便りお待ちしています。